今回ご紹介するのはハイラインハイプレス特集第6弾エアマラクロフリトリートサイドセーフティでハイプレスとお思いの方もいらっしゃるとは思いますが、この監督もれっきとしたハイラインハイプレスの監督となります。攻撃はサポート距離10のカウンターロングパスセンターフォーメーション重視、特筆すべき守備の戦術構成はこんな感じです。やはりセーフティという点が気になるところですが、そもそもアグレッシブとセーフティってどう違うのか公式の説明から確認してみました。この2つの設定の違いというのは、ファーストディフェンダー、つまりボールに一番近い選手が自動的にボールを奪いに行くかどうかという点です。つまりそれって簡単言うとオートプレス指示オンオフって言っちゃっていいんじゃないでしょうか。ボールホルダーに一番近い選手がガツガツボールを奪いに行くか抜かれないように構えるかという違いなので、その点を注意して守備をすればハイラインであればアグレッシブの監督のようなハイラインハイプレスの守備が実現できるのではないかと思います。むしろアグレッシブの監督より基本的には構える方針にあるので、プレスやプレス指示を調整して使うことにより守備の選択肢が増え、ラインが高いことで裏抜けされていたところもセーフティということで防ぎやすくなったり、またラインが低い監督より高い位置から相手の攻撃に影響しながら守備ができるので、これって使い方次第ではめちゃくちゃ硬い守備ができると思います。言ってみればマニュアルハイラインハイプレスですね。ハイラインでこの守備の戦術構成かつ高コンパクトネスなので、相手にボール奪われたらすぐこの形を取るように選手たちが動いてくれるはずです。高い位置でこの形を作り、相手の出方を伺いつつ奪えるときは積極的に奪う、そんな意識で使ってみました。シーズンマッチのシミュでも驚くべき結果が出ました。勝率は6割とまずまずの結果でしたが、10試合中なんと3失点。アイコニックや FP も置いて流行りの監督を使用した相手にプレースキルの差を度外視した、このモードでのこの結果は十分な裏付けとなります。ガチガチです。全体的にもこの戦術構成の監督は数名しかいませんので、もし見かけたら獲得してみてください。ご視聴ありがとうございました。